警察と NHK の社会部の間で取り決めがあって、警察の不祥事はできるだけ NHK も報道しない。その代わりに NHK の不祥事も警察は見逃してくると、公に発表しないでくれというような取り決めがあったんですって。安藤警察庁長官が、3月からあの楽天の顧問になると思うんですが、これと捜査との影響関係は何か意味されていることはありますでしょうか？事件が起こったのは2006年、今から17年前なんですが、当時は警察の不祥事っていうのは結構もみ消されていました。で、これなぜ僕が2006年当時は警察の不祥事がもみ消されていたっていうはっきり言えるかっていうと、実は僕は2005年までこの前年まで NHK の報道局にいまして、 NHK の職員の不祥事っていうのは紅白チーフプロデューサーによる横領事件の発覚まで実は世の中には出ていないんです。すごいと思いませんか？ NHK の職員というのは2004年以降どんどんいろんなものが出てきましたよね。出てきてますよね。でも私が入局した1986年から2004年までの約18年間 NHK の職員が犯罪で捕まったみたいな話はほとんど出ていません。例えば酔っ払って痴漢をしたとかね、そういうものは出てるんですが、まあ NHK の内部の金銭的な不祥事については出たことがなかったんです。で、実は僕の上司にあたる報道局スポーツ報道センター長の方が万引きをしたということで、警察のまあ捜査を受けたということがありまして、噂になってたんですよ。部屋の中でね、そのスポーツ報道センターの中で。で、僕ね、直接本人に確認しました。そのスポーツ報道センター長だった人、だからこの人が失脚したんで、本人に聞いたんですよ。結構偉い人ですね。別に名前言ってもいいんですけど、まあ、あえて、まあ、その後も万引きしたことが不問にされて、オリンピックのね、要職までしてましたけども、要は、この人が言うにね、まあ、あれは万引き、警察に事情聴取受けたことは間違いないけども、ここに本屋さんがあって、ここに行動があって、こっちにも同じ本屋さんがあるから、こっちのレジが混んでたから、こっちでお金を払おうとして行動に出たところ、警備員になんか連行されたんだって苦しい言い訳しましたけど、もう明らかに嘘なんですよ、こんなの。まあ右してるんですよ。ところが NHK の報道局の偉いさんということで、警察はそれを NHK に報告してもみ消してるっていうんです。それなぜもみ消したとはっきり言えるかっていうと、僕は2004年に社会部からスポーツ報道センターにのセンター長になった記者の方、元記者の方に聞いたんですよ。もうええか、名前言ってまうか、捕まった人というか万引きした人は杉山さんという人です。で、僕に教えてくれた人は日向さんという人です。全部実名です。まあ、杉山さんという人が、杉山さんの万引きはなぜ世の中に出てこないんですか、報道されないんですかって言ったら、いや、それは警察と NHK の社会部の間で取り決めがあって、警察の不祥事はできるだけ NHK も報道しない。その代わりに NHK の不祥事も警察は見逃してくると、公に発表しないでくれというような取り決めがあったんですって。2004年の時期にそういう取り決めがあったっていうんですよ。で、実際僕は現にそういう万引きをした人が公表されずに、そのまま NHK から天下りをしてですね、長野オリンピックの国際信号政策のトップをしてたんですね、この杉山さんでしたが。杉山茂さんでしたですよ。どうぞ、本もいっぱい書いてる人なんで、杉山茂さん、これが嘘だったらどうぞ訴えてきてください。メールを受けて立ちます。それぐらい、揉み消すことが普通だったんですね。だから2006年の時も警察は警察官の不祥事を揉み消すような動きがあったのではないかと僕は疑ってるだけです。安藤警察庁長官が、3月からあの楽天の顧問になると思うんですが、これと捜査との影響関係は何か意味されていることはありますでしょうか？当然それが何か捜査と直接的にっていうことが、こういうのはもう完全に陰謀論的なものっていうか、陰謀論っていうとちょっと言い方があるかもわからないですけど、やっぱり何でしょうね、僕が一番過去に体験したのが、海老沢克司さんっていう NHK の会長が
まあ、僕に相撲協会に対する支払いを、人気が下がってる、若鷹が引退した後で人気が下がってるので支払いを上げなさいと。で、理由が書けない。予算はね、放送権料を24から30億に上げる理由が書けなかったんですけど、まあもう会長が言ってるから、海老沢会長が言ってるからみたいな形でもう無理やり予算通したわけですね。で、その後、まあ、海老沢さんが横綱審議委員長になってらっしゃるということであったり、まあ、同じく海老沢さんが読売新聞というか巨人戦の放送権を急に買いに行けと、年間10億用意しろと。その後、まあ、現在もなんですけど、海老沢克さん、元 NHK の、ね、会長、いまだ読売新聞の顧問されてるんですよね。で、じゃあ何かそこにその支払ったお金、放送権料と海老沢さんが顧問になってる因果関係が合理的に証明できますかって言ったらできないんですよね。今回のその安藤さんが、まあ、甘くだったというか、そういう役員に就任されてることについても、なかなか直接的にこうだから因果関係があるっていうことはできないとは思ってますが、まあ、そういったことがインターネット上で噂されていることは非常に良いことだと、はい、あのテレビはもちろんそういうことできないので、やっぱそういう合理的なっていうか、何か事例が、事実がないとテレビは報道できないメディアでね、それはそれでいいと思うんですよ。テレビってそれなりに、まあ、大手の新聞社もそうですけど、それなりの根拠がないと記事が書けない、ニュースが出せない。一方でインターネットというのはある程度のその情報でね、こういうことが疑われるっていうことで書けるじゃないですか。だからそういう意味では、具体的にそれで捜査に影響しているっていう事実は掴んでおりませんが、手心が入ってるって疑う国民も大勢いるだろうなと思って。これまで三木谷さんはお金を使ってそれを止めてきたわけですね、都合の悪い情報を。で、これがまさにテレビ局とのつながりになるわけです。テレビ局というのはお金で動きます。当然ね、三木谷さんの機嫌を損ねたら、テレビ局は楽天からの CM がもらえなくなるわけですよ。だから大企業の社長っていうのはめちゃくちゃ強いんですよ。お金の力で情報を操作する。そこに政治家まで絡んでくる。政治家もお金を使って選挙をするから。お金がないと選挙勝てない時代でしたから、だから大金持ちから資金援助を受けて、その大金持ちのやろうとする三木谷さんのような人の言うことを聞くわけですよ。だから、この大金持ちと政治、テレビ局、そして芸能界、これがもう複雑に絡み合ってるわけですよ。こういうお金持ちの人たちはお金を使ってテレビ局などに裏金を渡して、自分にとって都合の悪い情報を出させない。で、かつテレビ、あの政治家ともつながってると。これが僕が言っている腐った権力です。腐った権力の一人、それが楽天の三木谷さん、あなたです。裏金を使って事実をもみ消そうとする人間には負けません。腐った権力と戦います。 NHK をぶっ壊す。